夜巡るは日本一ソフトウェアのゲームソフト。2015年10月29日にプレイステーション、o Vita 用として発売され、後に様々なプラットフォームに対応。北米、欧州でも夜回り、ナイトアローンのタイトルで2016年10月25日28日にプレイステーション、o n Vita 及び Microsoft、Windows 用ソフトとして発売されている。 2017年8月24日に続編、深夜、めぐるが発売された。2018年10月25日には2作をまとめた、任天堂スイッチ用ソフト、夜、めぐると、深夜めぐる 4Nintendo s w スイッチが発売。2019年1月25日には、DMM ゲーム s で配信。2019年7月27日からは iOS。 およびアンドロイド版が配信された。いなくなったものを探す少女が夜の街を探索する。ある夏の日の夕方、愛犬ポロと散歩に出かけた少女は、道中で自分の不注意でポロとはぐれてしまう。一人家に帰ってきた少女を見た少女の姉は、ポロを探しに夜の街に出かけるが、いつまで待っても帰ってこない。少女は、ポロと姉を探しに行くことを決意し、夜の街に出るが、 そこで彼女が目にしたのは昼間の街からは想像もできないような不気味な夜の街であった。それでも幼い少女は姉とポロを探しに夜の街に出る。夜の街を懐中電灯を手に探索し、暗いところに懐中電灯の光を当てて、これが何かを判別することで情報や噂を収集したり、街に落ちているアイテムを拾い、これを駆使して探索を行いながら、 消えた姉と愛犬ポロの手がかりを集めていく。街にはお化けと呼ばれる存在が徘徊しており、多くのお化けは少女に襲いかかるため、姿を隠したりアイテムを使うことで回避する。お化けに捕まってしまうと、自宅や中間地点から再スタートとなる。中には変わった行動をとるお化けもいる。本作のシステムの特徴として、心臓音システムがあり、少女の近くにお化けがいると、 心臓音とともに画面が脈を打ち始める。鼓動の音や速さでお化けの位置を判別することできるが、心臓音が鳴っている間は、少女の行動の一部に制限がかかる。2017年2月22日に PH、PHP 研究所より刊行2017年3月6日に、第一版第一冊発行。著者は、保坂歩、イラストは、溝上優。本体価格は、 税別1300円小説版では少女視点でゲームの内容に沿った物語が進められるほかゲームでは触れられなかった姉目線での物語も明かされることになる。ありがとうございます。